Tap here for your language. 今回の腹筋メニューを行うことで、誰でも簡単にお腹を引っ込めることができます。足が気になるんだけど、背中が気になるな、姿勢が気になるな、そういった方も今回のメニューで一発解消できますので、一緒に頑張っていきましょう。片足抱えてキープです。抱えたり緩めたりしましょう。腰を床に押し付けましょう。OK です。反対も同じようにいきましょう。腰を床に押し付けて、OK です。次は両足を抱えましょう。膝をしっかり抱えましょう。よくできました。足を交互に倒しましょう。上半身は楽な姿勢で、スマホ見ながらでもいいよ。その調子、その調子。足をパカッと開きましょう。床に腰を押し付けて動かすよ。骨盤を起こしてキープしたら力を緩めましょう。難しい人は少し膝を狭くしてみて。膝を曲げて交互に抱えるよ。最後まで頑張ろう。I've seen those faces. I've heard all the lies. But you ain't gazing on someone in denial. Cause you want dollar bills right now. But you gotta work real hard. I know you want it to be. よくできました。手を使わずに足を動かすよ。頑張ろう。腰が浮かないように頑張ってね。ベリーグッド。両膝を上下に動かすよ。
足を抱えたら腹筋使ってね。あと少しで終わるよ。膝を曲げたら両足回すよ。片足伸ばしたら反対は横に倒すよ。少し揺らすと効果的だよ。お腹の横が伸びてればバッチリ。ベリーグッド。反対も同じように行きましょう。ウエストいっぱいひねってね。よくできました。足を伸ばして体を揺らしながらかかとを交互に伸ばすよ。交互にかかとを押す感じ。リセット完了。膝を曲げたら手は頭、体を少し起こしたら戻すよ。よく頑張りました。足を上げたら手を伸ばして体を起こすよ。これで終わりだよ。頑張って。手を遠くに伸ばす感じ。あと少しで終わるよ。頑張って。最後まで頑張ったらコメントで教えてね。OK、よくできました。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。